どうもおはようございます。2月28日、今月最後です。6時14分の相場解説になります。えっ、ー、とね、まあ、上昇トレンドを作っていて、もう要線が明らかに多いですよね。で、大きな要線を作って、えー、今、この3つのプライスを超えてですね、今、136円台に乗ったところです。えー、これからこの今週136円を超えて137円に行くのか、 はたまたま136円を維持するのか135円に落ち込むことはまあないんではないかなと思いますまあ言ってもね135円の半ばぐらいで止まると思いますのでこれはねあと横ばいに入っていく傾向が強いんではないかなと私は思いますけどもねうんまあどうなのかはこれから見ていくところなんですけどもいかがでしょうかでは次は4時間足を見ていきますはいまあテクニカル的にはこの上昇トレンドっていうのはあのー 一定の間隔でこう進んでるんですけども細かく見るとねはっきり上昇しているところと横ばいっぽくなっているところに分かれるでしょうでまたはっきりと上昇する、まあ、これ材料もあったんですけどもそれからまたねちょっと横ばいに入っていくのかなっていうところを私は見ていますですんでしばらくは同じレンジの水準を横になめるんではないかなと思いますよねでこれってのはここと同じぐらいの厚みになると思います、うん、かつてはなここがこういうふうな形で横だったんですけどもね さあ、じゃあ1時間の方を見ていきます。時時時間の時を1時間のの部分を見るときにです、ね、これが今の現在のリアルタイムチャートなんですけども昨日こんなレンジを引いたと思うんですよこことここねだいたいこの間で推移していくんではなかろうかっていうのが今日の見立てですちょっと戻ってみましょうか、えー、と昨日の0時30分火曜日のあ違うこれは今日ですね今日日付が変わった直後なんですけども 反ね戻しへ移行するんではないかなっていうふうに見てるところなんですよ。これ分かりますかねうん。あの、もしこの小さな黄色いレンジを破って下に行くようなら、ここまで赤いラインまで進むよってこと。でもそうではなくって、この黄色い部分の中を、レンジの中を推移していくんじゃないかなっていう見方もあって、私はどちらかというとこちらじゃないかなと思うんですよ。それを見立てたのが 本日の日の付が変わったばかりの0時30分の時分頃だとということですよねはい改めてじゃあ今6時先ほどの図から6時間たった図を見てみるとどうでしょうか大きなレンジってのはここにありますよで小さなレンジってのはここにありますよ小さなレンジの中で推移していきそうでしょでもし下の方にぶち抜けたらここまでの距離を取っていくっていうふうに。 思うわけなんですよだから135円の556135円の半ばぐらいまでありえるかなってことですよねただ再びこちらの方に巡り込んでいくことはないと思いますこちらのレンジねあすいませんこちらのレンジにはもう入ってこないかなっていうふうに今の時点では決めることができますかといって上の方に突き抜けて136円137円に行くかっていうと少なくとも今週中はないんじゃないですかうんまあそういうふうに見て今日もやっていこうかと思いますよね えー、つまりはレンジオプションということでございます、えー、深夜まだね時間が、あのー、徹夜ができている方でしたらここで倍でエントリーできていたと思うんですけどもこれも一つこの小さな黄色の中のレンジオプションが有効だってことの一つの反証になると思いますだから今後もこの小さな黄色いレンジジャーオプション確かにピップスはね50ピップスもないちっちゃいものなんですけどもこの中でやっていくってことはあるかなと思いますね あんまりね 50pips 前後だともうおすすめしないんですけどねレンジ内オプションはブレイク用のレンジだと思った方がいいんですけどもねまあでもそんな感じでございますこの黄色い、えー、135円の975から136円の500の間でレンジ内オプションを組んでいくそしてブレイクもいつものように狙っていくってことですこれが結論ですはいじゃあ今日はそんな感じで1日見ていきましょうまたねあの午後にでも更新しますんで 今週も更新頻度がね、そんなにバカバカと取れないと思いますけども、それは利益的にはあんまり美味しくないっていうことなんですよ。<laughs> あまあ、気軽にやっていきましょう。月末なんでね、あまり気合入れすぎてロット入れすぎないようにしてください。それでは。